今からお話しすることは、東南アジアの国々が、ヨーロッパの国々に支配されていく物語です。昔々、ここにあるスマトラ島とここにあるマレー半島にまたがるように、マラッカ王国という国がありました。マラッカ王国はここにあるインド洋という海と、ここにある南シナ海という海の間にあったので、貿易で繁栄していました。現在ベトナムと呼ばれている場所には、レイ教と呼ばれる国がありました。霊教は北の方と南の方で偉い人が違ったので混乱していました。現在タイと呼ばれる場所にはアユタヤ教という国がありました。アユタヤ教はここにあるカンボジアを支配していました。現在フィリピンと呼ばれる場所には、イスラム教を信じている商人、カッコムスリム商人が、この辺りで貿易を行っていました。16世紀になったある日、ここにあるポルトガルが東南アジアにやってきました。ポルトガルはマラッカ王国にいました。ここは俺が支配する。マラッカ王国の一部の人々はここにあるジャワ島に逃げてきて、この辺りにバンテン王国を作りました。さらにポルトガルはここにあるセイロン島や、ここにあるモルッカ諸島を支配し、ポルトガルはマラッカを拠点に香辛料貿易を行いました。香辛料をヨーロッパに売るぜ。今度はここにあるスペインがフィリピンにやってきました。スペインは言いました。これからここは俺が支配する。スペインはフィリピンを支配するために、エンコミエンダ制という方法を行いました。フィリピンにもともと住んでいた人、かっこ先住民に、カトリック教という教えを信じさせたら、奴隷として扱える、というものでした。こうしてフィリピンではカトリック教が広まりました。さらにスペインはここにあるマニラという場所で、スペインが支配していたメキシコと貿易を行い設けました。かっこガレオン貿易。マニラでの貿易は俺が独占するから、外国は入ってくるなよ。この頃、ヨーロッパの国々のキリスト教を広めている人、かっこ宣教師が、ベトナムの霊教にやってきました。霊教もキリスト教を信じようよ。それから時は経ち、スペインの王様がポルトガルの王様もやることになりました。かっこ、同軍連合。するとポルトガルは弱くなり、東南アジアの貿易どころではなくなりました。そして17世紀になると、今度はここにあるオランダが、東南アジアにやってくるようになるのです。オランダはバンテン王国のバタビアという場所を拠点にして、香辛料貿易を行いました。同じ頃、ここにあるイギリスも東南アジアにやってきて、香辛料貿易を行いました。そんなある日、ここにあるアンボイナ島で事件が起きました。かっこアンボイナ事件。オランダ人はある噂を聞いたのです。イギリス人が俺たちを襲撃しようとしてるらしいぜ。そしてオランダ人は何人かのイギリス人を処刑したのです。今オランダにやり返すのは得策じゃないな。アンボイナ事件で敗北したイギリスは東南アジアから撤退して、ここにあるインドに拠点を置くことになりました。一方でオランダは、東南アジアでの香辛料貿易を独占するようになりました。オランダはマラッカやセイロン島やモルッカ諸島を、ポルトガルから奪いました。さらにジャワ島にあるマタラム王国やバンテン王国を支配しました。18世紀半ば頃になると、現在ミャンマーと呼ばれる場所にはコンバウン教という国ができ、タイのアユタヤ教を滅ぼしました。タイでは今度はラタナ香辛教という国ができました。ラタナ香辛教はカンボジアや、現在のラオスという国がある場所を支配しました。そんなラタナ香辛教はできるだけ外国と関わらないようにしました。ベトナムの霊教では、ある人物が南の偉い人と北の偉い人を倒して、西岸教という国を作りました。南の偉い人の仲間だったゲンククエイという人物は決心しました。西岸教を倒すんだ。そこでピニョーというフランス出身の宣教師の力を借りて、西岸教を倒し元教を作りました。そんなゲンククエイはここにある神という、ベトナムにとって親分的な存在、かっこ宗主国、に報じられました。君がベトナムの王様ってことを俺も認めるの。19世紀になったある日、ここにあるフランスのリーダーだったナポレオンという人物は、オランダを占領しました。この混乱に乗じてイギリスは、セイロン島やジャワ島を占領したのです。そこでイギリスとオランダは話し合いをしました。ジャワ島とここにあるスマトラ島はオランダのもので、ここにあるマレー半島はイギリスのものね、かっこイギリスオランダ共兵。そしてオランダはジャワ島の支配を強めました。するとジャワ島の人々は怒って反乱を起こしました。かっこジャワ戦争。このジャワ戦争を鎮圧させたオランダは、ジャワ島の人々に言いました。安い給料で外国によく売れるコーヒーやサトウキビをたくさん作るんだ。かっこ協定栽培制度。こうしてオランダに支配された現在のインドネシアは、オランダ領東インドと呼ばれました。一方でイギリスは、ここにあるマラッカとここにあるシンガポールとここにあるペナンを支配しました。かっこ海峡植民地。そんな頃、ビルマのコンバウン教は、この辺りにあるアッサムという場所を占領しました。しかしアッサムは、イギリスが支配していたインド帝国の近くにありました。
コンバウン調子乗ってるからボコスか。そう言ってイギリスはコンバウン調と戦いました。カッコビルマ戦争。ビルマ戦争に負けたコンバウン調はインド帝国のものになりました。さらにイギリスはマレー半島の真ん中あたりを支配しました。カッコマレー連合州。そんなマレー連合州では自動車を作るときに使うゴムをたくさん作りました。カッコゴムのプランテーション。フィリピンを支配していたスペインは外国もマニラで自由に貿易ができるようにしました。最近の外国怖いから独占するのやめるか。そしてフィリピンでは外国によく売れるサトウキビを作りました。ベトナムの現状ではフランスが攻めてきました。カッコインドシナ出兵。お前フランスの戦況士をいじめてるらしいな。そしてフランスは現状の南の方を奪ったのです。現状は国旗軍という真の人々で作られた軍隊に手伝ってもらい必死に抵抗しました。しかしフランスは強く北の方も支配されてしまいました。このことは現状の親分的存在かっこ宗主国だった。真は黙っていません。おいフランス、俺の弟分かっこ宗主国の元本に何やってるんだよ。しかし真はフランスとの戦いに負けてしまい、かっこ進出戦争。フランスが現状を支配することを認めたのです。かっこ前進条約。今まで外国とあまり関わらないようにしていたタイのラタナ公新朝はラーマ4世という人物が王様になると外国と関わるようになりました。そしてお米をたくさん作って外国に売りました。ラタナ公新朝の王様がシュラロンコーンカッコラーマ5世という人物になると近代化を行い鉄道を作ったりしました。そんなラタナ公新朝にフランスは言いました。お前が支配しているカンボジアとラオスをもらうからな。こうして東南アジアでフランスに支配されたベトナム、カンボジア、ラオスはフランス領インドシナ連邦と呼ばれるようになりました。こんな感じに東南アジアの国々はヨーロッパの植民地になっていきました。しかしイギリスとフランスはお互いにぶつかることを避けたためタイのラタナ公新朝だけは植民地になりませんでしたが、